どうも、イリです。皆さん、この Tears of the Kingdom のゲーム内には、このね、浮きというアイテムあるじゃないですか。こうやってウルトラハンドで掴んで、ちょうど浮きが全部沈まるぐらい、水に沈み込ませて、これで離すとですね、よっ。はい、こんな感じで飛びます。まあ、浮力とかいろんな関係があって、こうなってるんだと思うんですけど、これはですね、こう沈ませる深さによって高さがね、変わります。さっきより飛んでるのがわかると思いますが、ってことはですよ、これめちゃくちゃ深い湖の中でやったら、めっちゃ飛ぶんじゃないかなと思いまして、今日はこれを検証していきたいと思います。水だこっていうところらしいんだけど、一回来た時にね、結構深いなっていう覚えがあったから、ここに行こうか。じゃあこの祠まで行こう。ここですね。どうだろう、ほら、結構深いと思うんだよね、多分。ほら、どうこれ怖いぐらい深いね。うん、だから、ここでやってみたいと思います。まずロケットが2個と、あと、一応クイモか。を出しておいて、じゃあ、ブループリントで、これだね。で、あとは、クイはいらないんで、分解しちゃって、これで OK！そう。で、これをね、湖の、まあ、深そうなところに浮かして、あとはロケットの力で、下までグー持ってった後に、ロケットって結構短時間で効果切れるから、その後多分浮きが浮いて、飛ぶんじゃないかなって思うんだけど、どうなんだろう。ではまず、一旦比較用として、ちょっとロケットはついてるんですけど、この状態のまま、なるべく、深くにやって、どのぐらい飛ぶか。もうちょっと見えてないけど。あ、でもここが最大ですね。いきます。ほっ。あー、まあ。めちゃくちゃ飛んではいるけどって感じだね。じゃあちょっと今のを覚えつつ、このロケットバージョンでやっていきたいと思います。じゃあもう、早速いきます。じゃあ弓構えて、いきます。せーのーで、ほっ。さあ、行ってくれ。もう沈んでた。あとは、どうなった？あれ？浮かんでこない。待って、でもなんか水の波紋出たけどな。どっか行っちゃった。あれ？ちょっと待って。もう一回やる？もう一回。ちょっとどうなったのかわかんないけど、プチュンって言ったよね。だからロケットは下の方で多分しっかり効果が切れて消えたと思うんだけど、浮きが浮き上がってこなかったな。浮き上がってないよね。ちょっと待って、まあいいや。もう一回行こう。行きます。せーのーで、ほっ。あ、待って。せーのーで、ほっ。さあ、下行った。いや、なんかさ、水の波紋は出たんだよ。どういうこと？待って。上がってこないな。ってことこれ、できない？もしかして。見えないしね。じゃあ分かりました。ちょっと変わるか分かんないんですけど、ロケットね、両側につけてたロケットを、このね、下側1個だけにしてみました。これでまあ変わるのかは分かんないですけど、一体これでやってみよう。多分これでも下には行ってくれるはず。じゃあ行きます。せーの。お。そうか、今の状態でやったら離れちゃうのか。うん、離れると消えちゃうからね。というわけで検証結果、浮きは深くまで行きすぎると浮き上がってこないということで、多分今ね、この海底には浮きがね、3個ぐらい多分沈んでると思いますが、残念、できると思ったんだけど。というわけで、良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次回の動画も見てください。バイバイ。